皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。プロレス楽しんでますでしょうか？いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、2024年5月5日から5月10日に見た、になったプロレスのあれこれであったり、シュープロの話をしていければなというふうに思っております。ゴールデンウィーク後半からですね、ちょっとあんまりプライベートもいろいろあって、大会だったり、お配信だったり、現地でも見ることができないのは残念なんですけど、まあいろいろニュースで見てる、X だったりで、見ていることであったり、あとは、そうですね、5.12 スターダム行けそうなので、まあ、ここも楽しみだな、ということで、ここでもですね、スターダムの大会現地観戦したと思って話せればな、というふうに思っております。それでですね、5月5日から5月10日、気になったプロレスニュース、そして気になったプロレス YouTube で、週刊プロレスの話していければというふうに思います。では、目次から見ていければというふうに思います。プロレスニュースはですね、5つ話せればな、と思います。まあ、スターダムの、ベストフレンズですね、中島ありさと藤本司が参戦する相手が決まったということであったり話していきます。あとはマリーゴールの旗対戦カードもこの連休で決まってたかなというところで、まあ、いろんな大会あったんですけど、ここではちょっとオールトギャザーの話を、まあ、あれこれ僕が気になったことを話していければということと、またドラゴンゲートで2人の選手が引退されたということで、ただ物販で、まあ、これは自称発生っていうところで、まあ、プロレス界でいろいろ大変だというか、難しいなと思うような話していければなと思います。で、二つ目が YouTube に関しては、まあ、剣王と清宮海斗が新しい関係性になったということ。あとは、まあ、天山博さんの選手のですね、試合出るかもみたいなのがあった YouTube があったら、ここも紹介します。週刊プロレスに関しては、まあ、記事ざっと話した上で、4つほどトピックスで話せればなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまずプロレスニュースから始めていきます。では気になったプロレスニュースということで、1つ目ですね、ベストフレンズの相手はアイコンタクトということで、 5.18 ですね、横浜武道館大会がスタダムであるんですけど、その相手、その中のそのカードがですね、第2弾として決まったという話です。第1弾としてですね、白いベルト戦がもうすでにソーレアミ選手が、アノサオリ選手に挑戦するってことで決まってるんですけど、そのもう一つ、あと、まあ、カード、第2弾ってことで決まりました。まあ、5.12 のですね、後楽園ホール大会でまた追加で決まっていくのかなと思いつつも、一旦はそれ前に決まったのがこの二つです。一つ目がアイコンタクトでベストフレンズということで、横浜分隊大会にやってきた藤本司選手と、まあ、パートナーの中島愛選手のベストフレンズの相手が、まあ、消滅したサンダーロックは無理なので、まあ、岩谷真由選手と誰かというところなんですけど、ここが結構面白いなと思ったんですけど、花選手ですね、今年のシンデレラトーナメントで優勝して、分隊で白いベルトにも挑戦した花選手が、戦うということで、まあ、花選手がどのような形で藤本司、中島愛さんに立ち向かっていくのかっていうのがポイントになる試合かなと思っていて、ここは新しい時代も感じられる試合になるかなと思ってます。で、同じぐらい僕楽しみなのがハイスピード選手権試合で、まあ、飛べない、まあ、フェニックススプラッシュとかをやめていった新しいハイスピードを作り出すっていう上谷沙絵選手が、井出沙絵選手とですね、ハイスピード選手権試合を戦うということで、どんな試合を見せるのか、どういう風な世界を新しいビルドで描いていくのかっていうのを楽しみにしています。この2つの試合が決まったというところで、まず3つの試合が決まっているということですね。5.18 スターダムもいけそうなので、ここも楽しみだな、現地で見て、また話していきたいな、というふうに思ってます。で、二つ目ですね。マリーゴールド旗揚げ戦カード決定で注目はということで、5.20 完売しているマリーゴールドの大会、旗揚げ戦に関して、カードが決まりました。で、まあ、ここに書いてある通り、全6試合なんですけど、そんなに、なんですかね、こんなカードするんだみたいなのは、ないかなと思ってます。まあ、ノアの、レスルマジックで、野崎なぎさ選手がですね、ノアの大会、まあ、レスルマジックで参戦するって言って、桜井舞選手が、戦いを受けるということだったりで、まあ、追加で出てるんですけど、基本的には所属選手中心なんだな、というふうに思いました。はい。その中でも、まあ、注目だな、と思っているのが、上から2番目ですね、A 対 I、イデオロギー対決ということで、青野ミク選手対石川直選手と、いうことでですね。ここ、もともとタッグを組んでた間柄でもあるんだけど、まあ、石川直選手が先に、マリーゴールドに参戦するって決めた後に、青野選手含めた、
アクトレスガールズの選手たちが来たということで、まあそこに対しては石川選手が納得いってないということを言っていたりですね。あとは、青野選手としても、もうイラッとしたポイントがあるということを、まあ、記事で話していたなと思います。で、ここに関してこういうお互いの考え方がずれているというか、ぶつかり合う中でのシングルマッチっていうのが、まあ多分、土師小川さんが得意な組み合わせなんだと思いますと。で、ここの試合は結構楽しみにしていて、どんな試合になるかなということで、見てみたいなと。結果、注目したいなというふうには思ってます。まあもちろんメインでですね、ジュリア選手と林下畳選手が組むということも楽しみで、相手サリー選手とポジラと、まあ、大きな外国人とどういうふうに試合するのか、まあ決着つくのか含めて注目かなとは思ってますが、はい。なんとか現場で見れれば嬉しいなというふうには思っております。はい。こんな感じで、旗揚げ戦もあと、もう10日切って、どんな風になるのかなということで楽しみだなという形です。はい。で、3つ目ですね。まあ、オールトギャザーであれこれはアリス次の戦いへということで、いくつ、いろんなことがあったんですけど、僕が気になったのが、特に3つですね。これは1つ目残念だったのが、DDT の遠藤哲也選手が、その前日かな、ゴールデンウィークにあった、トーナメントの1回戦で負傷してしまって、で、欠場したということで、もう DDT で、1人、まあ、なんですかね。インパクトを残したら嬉しいなと思ってた選手が出れなかったんで、結構悲しいなというか、もったいないんですけども、これは仕方ないというふうに思っていて、遠藤哲也選手の、X でもですね、そこについて、お詫びと、札幌での大会で出たいということを書かれていたのが印象的でした。で、オールトギャザーですね、二つ目の話なんですけど、まあ、観客が4583人ということで、第1回大会が17000人札止めなんですよね。まあ、17000人武道館入るということなので、まあ、3分の1以下。で、まあ、シニアプロレスの太一選手が、これ、プロレスの出た力はこれかということで、本当にこれでいいのか、みたいなことも含めて話していてですね。千日だ、シニアプロレスだけやった方がいいんじゃないか、みたいなこともあって、何が、まあ、結構プロレス界がクロスオーバーというか、いろんな関わりを持っている中でやるときに本当に必要があるのかっていうことも含めて、話しているのが印象的だなと思いました。むしろ、それぞれの団体ができることだったり、対抗戦の方が盛り上がっているのかもしれないなというふうに思いますが、でも、一つの目的、それも、復興支援ということでやる意味はあるのかなと思いますが、そういう指摘があったというのが、印象的でした。最後が、このメインイベントというか、この大会で名を挙げた選手が一人いると思っていて、DDT と AEW、どちらも戦っている、コーノスケ・タケシタ選手ですね。まあ、DDT で見てる人だったり、AEW で見てる人は多分絶対知ってるんで、というか、もうすごいことは分かってるんですけど、ここまで、まあ、新日本プロレスの選手だったりと、バッチリぶつかれるのかってことを感じられた大会だったんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、X で追ってたんですよね。ちょっと配信見れなかったので、X でどんなかなと思って追ってたんですけど、コウノスケ・タケシタ選手ともう一人、シュン・スカイウォーカー選手ですね。ドラゴンゲートの、この二人の名前が、バンバン上がっていて、まあ、知らない人も多かったんだな、って結構意外だなと思いましたが、ここが、日本のプロレスか、AEW ではもう、何ですかね。もう、中心の方に立っているので、知られていると思うんですけど、日本のプロレス界で逆輸入的に名を上げたのかな、というふうに思います。で、シングルマッチやる勇気のある奴らは名の良い出ろと、コーノスケ・タケシタ選手が試合後に言っていて、これに対して、シュン・スカイウォーカーですね、選手が戦いたいということで、それに対して、コーノスケ・タケシタ選手が今年実現させようかと返しているのが、楽しみですね。コンス竹下対シュンスカイウォーカーのシングルマッチがどっかで組まれるのかっていうのは楽しみにしたいなというふうに思っております。はい。まあ、おときはいろんな試合あったんですけど、一旦ここのあたり気になったかなと思ってます。で、四つ目ですね、ニュースに関して、ドラゴンゲートに2人の選手の引退ということで、まあ、ドラゴンゲートの X だったり記事で出てた話なんですけど、TN レボリューション選手と長野海斗選手が2年級引退するってことになってますと。で、引退セレモニーだったりやらないということなんですけど、ティエンデボシオン選手はですね、週刊プロレスを読んでる中で、ドラゴンゲートにすごい選手が帰ってきたということで話題になってたかなと思います。でもちろん大きな怪我ということで、本当に、まあ、なんですかね、努力の積み重ねの上で、もう、残念ながらっていうところなんで、本当お疲れ様でしたと思うんですけど、まあ、生で見れなかったなというふうに思って少し残念だったりしております。はい。で、最後ですね。物販で選手に過度な接近をする事象が発生ということで、この間僕も現場見に行ったディアナという団体の代表というか、
その授業をやっている方が、その事象について X で書いていて、それをディアナの公式の X がリポストしていたというところで、そうなんだと思ったんですけど、物販で、過度な接近を、まあ、女子選手が男性に対して男性がやったんだと思うんですけど、ボクシングで言うところのフェイスオフェイス、多分もう顔5センチとか、そのレベルで近づけたみたいな。これ動揺しましたよ、ということで入っております。まあそんなこと普通しないよね、というところで、社会人として他人とのコミュニケーションのあり方として許容されないですよ、ところですね。はい。可能な限り、まあ、選手と触れ合いたいっていうような、まあ、人がいる中で、まあ、それを許してくれている団体がこういうことが増えると、多分、そういうことしな、もう、物販に出てきませんとか、ってことになると。なので、まあ、選手も人間であり、まあ、X だったりでのコメントも含めてですけど、そこの同じ人間がいるというところに対して、やっぱ、踏み込む人っていうのが増えている。まあ、プロレスが身近になっている分もあるのかなと思うんですけど、そういうことをする人もいるんだなって結構驚かされたということで、自分自身も気遣いそうやんないように気をつけようかなと思いつつも、はい。それぞれがプロレスを、選手たちに迷惑をかけるというか、普通に日常でやらないことを選手にやっていいっていうふうに、まあ、ならないようにしていかないといけないのかなというふうに思っております。そんなニュースでしたね。はい。でした。ところでやっぱりいろいろプロレス界なんだろうな。一つ一つ、なんか、いろんなことが起こるなというふうに思って、ニュース読んでました。はい、こんなところです。では二つ目ですね。次、気になったプロレス YouTube ということで二つ話していければなと思います。で、一つ目ですね。剣王と清宮海斗の新しい関係性を感じられる配信ということで、新王者清宮海斗と一緒に生配信ということで、剣王チャンネルでですね、まあ、レッスルマジックで王者になった清宮海斗選手に、が、その後バックステージで剣王選手と合体したんですよね。で、そこで、まあ、めんどくさいと言われていて、嫌がってた剣王選手と合体した清宮選手が、剣王チャンネルの生配信に出ていて、あ、もうすぐ出るんだな、ということと、なんだろうな、ノアがどうなるのかな、楽しみだな、というふうに思った、まあ、配信だったので、まあ、URL 概要欄に貼ってますので、よかったら見ていただければな、というふうに思います。はい。ノアを盛り上げていこうということを二人で話していたのが、まあ、そこまで長い配信じゃないんですけど、なんか、ちょっと照れくさそうに話してる、剣王選手もいいな、というふうに思ったりして見てみました。はい。二つ目ですね。天山広義の試合出るかもほっこりということで、これは永田裕二のゼアチャンネルで、まあ、オールトギャガーについて話していたんですよね。で、どんなカードがいいかな、みたいなことを話していたんですけど、で、その中で、じゃあゴールデンウィークは、多分、本編終わった後に、おまけみたいな形でゴールデンウィークの話をしている中で、試合があるかも、みたいなことを天山選手が言って、多分、で、その後、レッスルマジックのセミファイナルにタッグ王座のに挑戦するんですよね。天候寺で、そこにいる、小島選手と一緒に天候寺で挑戦したんですけど、多分、あんまり、嘘が上手じゃないというか、試合出るかもしれないっす、で、なんか、微妙な、言っていいんだっけみたいな空気になってるのが、まあ、今、時点から考えるとなんかほっこりするなと思って、見ていました。はい、これも、まあ、この、オールスター考慮、いろんな選手、例えば誰と誰が戦ったら面白いみたいなことを、プロレスラーの3人の、永田裕二、天山広志、小島聡志、喋っているので、これ自体も面白いので、ぜひこの動画、概要欄にも貼ってあるので見ていただいたら面白いかな、というふうに思っております。では、最後ですね、週刊プロレスの話をしていきたいなと思います。で、今回の週刊プロレスは2024年5月22日号ということで話していきます。で、まあ、4つトピック後で話すんですけど、それ以外の話で言うと、まず団体って意味だと、新日本プロレスは 5.3、5.4 で、レスリングドンタが毎年やってる九州での大会ですね。があって、ニック・メネスが2日連続タイトルマッチを戦いまして、棚橋宏、デビッド・フィンレイというふうに戦って、最後は、王座を明け渡してしまったんですけど、ここで新日本プロレスを離脱することで、ただ、この短い期間、新日本プロレスでニック・メネスが戦ったっていうこと自体の意味があるのかなというふうに思います。で、ジョン・モクスリーは成田蓮を倒して IWGP 世界ヘビーを防衛したりっていう。あとは、この2日間の試合で高木慎吾とゲーブ・キッドの戦いがすごかったということで、ちょっと時間はないんですけど、新日本プロレスワールドで見れるためがあれば見てみたいなというふうに思ったりしてます。全日本はチャンピオンカーニバル決勝が決まり、宮原健人大祭と順になってどうなるのかということですね。で、スターダムは 5.5 ですね、に福岡で葉月と国馬の FWC が
タック王座、ボテス王座を獲得したと。ことで、安住と天崎との王座戦に向かうということで、これ、生で見れそうなんで楽しみだなと思ってます。ライスリボンは若手の、まあ、なんていうんですかね、次世代を担う選手たちがどんどん怪我してしまっている中で、真白勇気がトライアングル王座になっているので、まあ、引退してもう一回復帰してるんですけど、前に出るということが出てたり、第4プロレスはですね、青木優也が橋本大地を破ったという、ゴールデンウィークの大会のレポート。で、ドラゴンゲートは、ヒョウが髪切りで亀井がビッグハグに入りましたよ、っていうのは、まあ、恒例の金網もあったという結果があったり、DDT はもういろんなことがありすぎて、これもまだレッスルユニバースで見れてないのが本当に残念というか、早く見たいんですけど、いろんなことが起こってですね、まあ、遠藤哲也と男色リードの試合はすごい良かったようだし、その後にエズデスペラと出てきてたりですね、メインは、クリス・ブルックスとマサタケシが戦ったというところもありますし、まあ、上野勇気が高木三章に敗れたっていうことのインパクトもあったんじゃない、あるんじゃないかなと思います。で、ですね、フリーダムズはですね、わさびが 1.4 キロ投入された試合があったり、ディアナは、まあ、現場で見た海崎遥とセイラメインの試合だったり、まあ、マーベラスはマゼンタが H2D からマーベラスのタッグ王座を防衛したということで、尾崎真由美にいろは匠が挑戦を目指す。いろんな話がありました。まあ団体ごとにこんな、ゴールデンウィークということでいろんな大会あったと思うので、ぜひこれは記事でもうバーッと見たら面白いかなと。で、あ、これ気になるわみたいなのを楽しむのがいいかなと思います。で、コラムもですね、二つほど気になったのがあって、一つが王者の主張というコラムで、その時のタイトルを持ってる人がインタビューに答えるんですけど、ハイスピード王座の上谷沙耶選手が話していて、まあ最初にも話したハイスピードを飯田沙耶選手と戦うのが楽しみだということを話したんですけど、こうシングルをベルト巻くのが1年ぶりの中で新しいチャンピオン像ということでどんな試合するのか、もうハイスピードはもう今日動き続ける試合っていうのが印象的なのでどうなるのかっていうのは楽しみだったりしています。はい。あとは流行辞表ということで、天竜源一郎さんがですね、いろんなことを話すところは結構もう天竜さんが思っていることをバッサリいくというのが楽しみでいつも読んでるんですけど、まあよ亡くなった元横綱の選手だったり、鬼達さんについても話してたりして、その中でもやっぱり新日本への遺言ということで、新日本プロレス、今の新日本プロレスに対して、俺はこう思うということが強めに書かれていて、まあ時代が変わったんだっていうことに対しても、いやそうじゃないっていうことを天竜さんは書いていて、この考え方もあるなと。確かになと思う部分もあるので、よかったら読んでみていただければなというふうに思います。はい。まずちょっといろんな。聞いて話してきました。で、その中で、まあ話してきてない話で4つほど話、気になっているポイントがあって、1つ目が、清宮海斗の言葉の力が増してきたかもということで、5.4 のはですね、レッスルマジック、たびたびちょっと話しててますけど、これが表示になりました。で、まあ結果として清宮海斗さん、選手が3度目の GH ヘビー級大会ですね、メインイベントで王座を奪取したということで、剣王とリベリオンという、チームを結成しました。で、試合後というかに、ノアは不器用な段階でノアを変えていくということで、ケヨン選手はおしゃべりというか、マイクがすごい上手なんですけど、清宮選手ってそこまで得意じゃないイメージなんですけど、言葉の力が増してきたのかなというふうに表情も含めて思っていて、3度目の王座ということで自分の世界を改めて築いていく、面白みというか、ただの優等生じゃない戦いが見れるんじゃないかということで、清宮海斗3度目の王者ロードは楽しみに。なるんじゃないかなというふうに思います。5.4 ノアに関して本当にいろんなことがあったんですけど、まずはこのところで、清宮選手今後注目かな、さらに注目かなと思っています。二つ目が、まあ、僕の推しの DDT の話なんですけど、上野由紀選手の話が、まあ、巻末言ということで、シューブロの最後の方の、まあ、文章をバーッと書かれているところに書かれていて、まあ、上野由紀の防衛労働について書かれていた上で、竹下幸之助に関する話ですね。だったり、あとは、まあ、ある人との対談希望の話があったりしていて、上野勇気らしさっていう、その対談希望の話は上野勇気らしさですし、防衛労働に関しても、世代闘争ってよくプロレスでやるんですけど、それには興味がないっていう話だったり、DDT とはな、とはこういうものだってことをまだ改めて触れているのが印象的だなと思います。あと、竹下幸之助と、どっかでチャンピオン、なんですかね、タイトルマッチやるのかなと思ってるんですけど、なんか書かれてる感じ、やんないのかなと思ってきていて、ここは、いつかっていうのはあるのかもしれないですけど、ここは結構、なんですかね、印象的だなと。なんか、ちょっと、シングルマッチ待つみたいなところだけを期待するのは、なんか変なのかなというふうに思ったりしてます。はい。
で、三つ目がですね、まあ、これコラムの話なんですけど、なんだか癒されたのと広め市場に行ってみたくなる中の多分コラムということで、あの、タムプリンアラモードっていうコラムが、まあ、各週、4週に1回かなぐらいあって、で、中野タム選手ですね、スターダム選手の話があってですね、コズミックエンジェルの図の、お姉さんトリオのオフビということで、安野沙織選手と夏ぽい選手と中野タム選手の、オフで、広め市場に行った話があって、なんか普通に読んでて、行きたい、お腹空いたなっていう風に、なった記事で、あの、普通に面白かったというか、なんだろう。楽しそうだなって思ったのと、中野タム選手、めっちゃ引きこもりやんっていう風に思って、なんか、癒された、勝手に癒されてたっていう感じですね。はい。で、最後ですね、シュープロが雑誌で、あ、この写真いいなって思ったのが、毎回1枚、何枚かあるんですけど、今回は、この、伊藤隆則選手と、川上雄一選手の、グレートという団体のですね、見開きの写真がすごい良くて、これぜひ見てほしいです。5.4 グレートで、次期 G-REX ですね、の挑戦者決定戦。で、グレートの最上位の王座の、決定戦の話があったんですけど、まあ試合があったんですけど、ここの熱い戦いを感じられる写真があるので、ぜひ見ていただければというふうに思います。はい。まあ、シュープロ雑誌で試合の熱気を伝えてるなぁと改めて思った記事、写真でしたんで、この写真読んでみてください、ぜひ。はい。です。はい。はい、長くなりましたが、こんなところで、ゴールデンウィーク後半のですね、プロレス界気になったニュースだったり、話してきました。はい。まあ、ゴールデンウィーク明けてもですね、まあ、スターダムはビッグマッチありますし、マリーゴールドも旗揚げ戦、とうとう旗揚げ戦ということで、一応チケット取れたので、楽しみだなと。持っています。はい。まず、男子もですね、どんどん DDT もですね、キングオブ DDT のトーナメントも進んでいきますし、そうですね、全日本プロレスはチャンカンの決勝もありますし、プロレス、まあ今話してる時にも終わってるかもしれない、今動画を見てる時には終わってるかもしれないですけど、いろいろプロレス、日々、もう楽しいなということで、現場で見れる時は見ていきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、デスユニバースで見れる動画も含めて、どんどん見ていきたいと思いますし、感想、話せればなというふうに思っております。そんなところで、話していきました。いかがだったでしょうか？皆さん、気になったトピックだったり、なんか違うよとか、あればコメントいただければと思いますし、いいねだったり、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい。では、本日の動画は以上とします。皆さん、またプロレス楽しんでいきましょう。それでは、また今度、さよなら。